はい、撮影日は3月の17日火曜日ですね。午後8時20分ですか。7コマ授業を開始、昨日から開始して、今日で2日目ですかね。非常にうまく分散の授業ができてるんじゃないかなと思っております。さあ今日はですね、ちょっとテーマまた株なんですけども、日経平均暴落がそろばん業界に与える影響というテーマでお話していきたいと思います。今日の日経平均の終わりね、多分プラス10円ぐらいですかね。相も変わらず乱高下、下相場が続いたっぽいんですけども、まあ当面の間これは仕方なくて、ずっと乱高下は続くと思います。まだ疑心暗鬼のところがいろいろとありますからね。でウイルス問題も片付くまではこんなような状況の相場が続くんじゃないかなとは思うんですけども、ただ個人的な感想としては、今日も相場を見てる限り、個別の銘柄では、十分値を戻してる銘柄がいくつも出てきてるんですね。ですから少しまあ安心とまで即打ち感は出てないですけども、まあ一方通行の大きな下げというのは少しずつまあ止まってきてるんじゃないかなというのは個人的な感覚です、意見です。ただまだまだ全く急に V 字回復っていうのはちょっとだいぶ難しいかなっていうような状況にはなってます。ただやはり相場、政治の力でですね、非常に政治の力で相場は大きく動きますんで、まだどちらに動くかというのは当然政治次第っていうところになりますから、そこはまあ期待しておきましょうということで、じゃあまずこの日経平均の暴落がどうそろばん業界に与えるかということなんですけども、まあ日経平均の暴落イコール暴落だけではないんですけど、このウイルス問題も当然絡んできてるんですけども、通常例年でこの時期、この3月、ちょうど4月を前にですね、入学の無料体験の申し込みっていうのが非常に多くあるはずなんです。多くあるはずなんですけども、まあゴリ先生のところに関しては2月3月非常に厳しいですね。例年であればこの3月退学も多いシーズンなんで、退学の人数を入学者が上回って作態を割ることないんですよね。ただ前にも動画で話したんですけども、今年ようやく丸5年で、6年目に入るこの今年が作態やっぱり割ってるんですよね。利用体験、まあその理由っていうのは当然その卒業していく子、6年生をメインに卒業していく子のシーズンでもありますんで、その退学者数っていうのはそれはもうしょうがないとは思うんですけども、その例年の一番大きな問題が、そう、入学者数が伸びてないというところが大きな問題なんですね。で特に無料体験の件数ですね、無料体験の件数が全く伸びてないんです。でまあそこがなんで日経平均の暴落と関係してるかっていうところなんですけど、まずは大きなところでは当然ウイルスの件でなかなか外出を控えて、無料体験もちょっと、抑えておこうか、4月になってからもしくは状況を判断してからでも遅くないんじゃないかっていうのが体制だとは思うんですけども、実は日経平均ゴリ先生の呼びの中でもう一つその無料体験が伸びないところで、まあ、隠れてる原因の中で日経平均の暴落過程で、非常にその経済が不安定になってくると、やはり習い事に関しても絞っていこう、様子を見ていこうという、よくよく考えて習い事を決めていこうというような空気感も絶対的に出てくると思うんですね。やはり景気がいい時はどんどん、いろんなことをチャレンジっていう発想にもつながるんでしょうけども、やはりこれだけ経済が不安定だ、先行きどうなるかわからないという状況になった時に、人の取る行動としてやはり習い事に関してもちょっと慎重になるんじゃないかなという気がしております。裏付けというか、そろばんだけが、例えば無料体験が伸びてないんであればあれなんですけども、いろんなまあ情報交換をしているところで、英語に関しても、あれだけ強い英語に関しても、やはり無料体験というのは作態と比べると非常に伸びが悪いという話も聞きます。今人気のプログラミングに関してもやはりそうですね、若干伸びがやっぱり鈍ってる。それは当然、ウイルスの関係の問題もあるんでしょうけども、やはりこの経済の不安定さ、先行きの不透明感というのがなかなか拭えないと、この辺りの伸びが出てこないとは思います。ただですね、やはりこの
日経平均が落ち着いてくる、経済が落ち着いてきた時に、要は4月以降ですね、4月以降あの無料体験のタイミング、今年に関しては無料体験のタイミングがずれ込んでるんだろうなという気はします。やはり人数的にも落ちるのはこれはもうしょうがないとは思うんですけど、あとはやはりそれが4月5月、もしかすると6月ぐらいまで、ずれ込む可能性すらあるんじゃないかな。それぞれ、ウイルスのこの問題の落ち着き方ではですね、それぐらいの感覚でいます。ですからこの3月に関してはちょっとタイミング的には抑えながら、ただ無料体験の時期っていうのは必ずこのあと4月を中心にゴールデンウィーク明けの5月ぐらいまでしっかりそこにずれ込んで入ってくるんじゃないかなという、準備はしておきたいと思います。ただですね、やはり、この経済の落ち着き、ウイルスの落ち着きがあってこその前提なんで、まあ、このあたりがまだまだ、不安定感いっぱいですからね、なかなか難しいとは思うんですけども、前の動画で話したみたいになるべく手元に流動資金をある程度蓄えておいてですね、ある程度半年ぐらいは、しっかりじっくり見れるような、体制をゴリ先生に関しては作っていきたいと思います。今日7コマ1時半からスタートして8時過ぎまで、やってる関係でなかなかちょっと動画が作り込めないという現状があるんですけども、非常にいろんな、見てくれてる、この動画を見てくれてる方たちからですね、すごく嬉しいメッセージが届いてまして、リクエストも届いてるんです。ですから例えば、両手の使い方であるとか、あとは、見取り暗算のやり方のコツとかですね、ちょっといい、動画の作り方とかがあるんですけども、なかなかちょっと作り込めないかなという時間の制限でですね、ただリクエスト動画そのあたりはですね、今週ちょっと時間があるときまた作ってアップしていきたいと思いますので、またもしよろしければこのチャンネル見てくれると嬉しいです。それではまた。